これでもあれやからね、やっぱこの成績、その球団からしたら選手がいい成績残すって必ずしもプラスじゃないんですよね。落合が辞めさせられた前世紀の中日もリーグ優勝するから選手の年俸上げなきゃいけないけど、観客あんま入ってなかったから球団からしたら赤字で、球団社長クソ叩かれてたやん。中日が負けるたびにガッツポーズしてたって。それと一緒やね。だから今日もう今シーズンはもうあんまこの成績残さんで、もうお金かかるから来シーズン行こう。優勝一歩手前で負けるのが一番稼げるらしい。そうそうそう、結果としてな、やっぱ金はかかるからな。でもここはもう別にもうラミちゃんもそんな頑張らんでええわ。正直これラミレスのちょっと年俸下げるためにラミレススタメンから外すか。これ以上ラミレス出続けたらラミレス成績残すやろあいつ。で成績残したら残す分だけ代理人がお前また年俸釣り上げてくるやんか。年俸釣り上げられたらこれまたお前こっちなあ、お金あげやなあかんやん。これちょっともうラミレスこれ今から頑張ってもこれ一緒やから、ちょっともう今シーズンラミレスええわ。うん、そうしよう。ちょっとラミレス2軍行ってくれ。ごめんなラミちゃん。うわあかんあかん、もう3割6分28本70打点。こんなんまた3割30本打たれたら絶対年俸上げなあかん。終わりです、そんなことされたら。こちらとしてもね、事前事業でやってないんで、ボランティアじゃないんでね、うちらも。舐めないでもらいたい。よし。これで何とかちょっと、あれしよう。年俺抑えよ。んで、怪我したことにする。せやな。怪我したことにしよう。経営があるから、俺も。高知王国。二軍。おい、二軍の監督がラミレス選手は代打としてなら一軍でも十分通用すると思いますよ。そんな顔で見るな、ラミレス。そんな顔で見るな。お前をもう一軍では出せない。年俸が釣り上がる、年俸が上がってしまう。高知報告。最後に私から二軍での注目選手。残念ながら、おい、ラミレスがもう野球やめた。ラミちゃーん。